フリッツ・クラインは、ドイツの医師、親衛大将校。戦後の裁判を経て、ベルゲン・ベルゼン強制収容所における残虐行為を理由に、公主刑に処された。放置されていた収容者の死体を埋葬させられている、クライン。英軍による撮影クラインは、オーストリア・ハンガリー帝国のフェケテハロムに生まれた。彼は、いわゆる民族ドイツ人であったとされている。 ブダペスト大学で医学について学び、第一次世界大戦前後にはルーマニアで兵役に着く。戦後、ブダペストに戻り、大学を卒業し、ジーベンビュルゲンにて、医師として暮らす。1939年、ルーマニア市民として、再びルーマニア陸軍に徴兵され、1941年にソ連との戦争が始まると、衛生兵として東部戦線に送られた。 1943年6月、ヨン・アントネスク将軍は、アドルフ・ヒトラー総統からの要求に応じ、ルーマニア軍に所属していた民族ドイツ人将兵をドイツ国防軍へと送った。クラインはドイツ国籍を有しなかったため、外国人でも所属が認められていた武装親衛隊の隊員として、親衛隊人事本部の名簿に掲載され、ユーゴスラビアへと送られた。 1943年12月15日、クラインはアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所に着任する。最初に与えられた任務はビルケナウの女性収容所付け医師で、後にジップシー収容所付け医師となる。医師だったクラインはしばしば収容者の選別にも参加した。1944年12月、ノイ・エンガンメ強制収容所に移動となり、 また1945年1月にはベルゲンベルゼン強制収容所に移った。クラインは、所長ヨーゼフ・クラーマー SS 隊員と共に最後まで収容所に残り、イギリス軍に対して収容所を降伏させた。クラインは投獄され、放置されていた死体の埋葬を手伝わされた。この頃、A 第5軍撮影部隊はよく知られているクラインの写真及び映像を撮影している。 医師としての倫理的義務の下でなぜ残虐行為を働いたのかと問われた折、クラインは次の有名な言葉を残している。我がヒッポクラテスの誓いは、エソ性中水炎を人体から切り離せと説く。ユダヤ人は人類のエソ性中水炎である。だからして私は切除するのだ。また、この言葉はアウシュビッツにてオーストリア人の収容者、 エラリンライナー医学博士との間で交わされた次のような会話だったともされる。リンゲンス博士は煙突を指さし、フリッツクライン博士に尋ねた。あなたは、どうやってアレド医師としての誓いの折り合いをつけているのですかと、彼は次のように応じた。もちろん私は医者だから、常に生命を救いたいと思っている。そして私は人命を尊重するがゆえに、エソ性中水炎を、 体から切除する。ユダヤ人は人類という体に生じた。エソナのダクラインはベルゼン裁判にて死刑を宣告された。1945年12月13日、ハーメルン刑務所にてイギリスの死刑執行人アルバート・ピア・ポイントによって公主刑に処された。ありがとうございます。